ユーチューブで北朝鮮側がプロパガンダをやってる動画がバンされてきてるといはい、はい、あこれね、すごくちっちゃい記事だったんですけど、はい、僕は非常に重要だなと思ったんですよ、うん、はい、はい、あのこんな記事でした、はい、AFP 知事の記事ですね、はい、これ、ジャパンタイムズに出てたやつなんですけど、うんはい、本当、ベタ記事ですよ、うん、ところがこれ、結構僕、重要だなと思ったんです。 被害を我々もバンされるからね <laughs> バンされたじゃないですかバンされまですはいえ o グーグル側がですね,ね我々は2回されてますね,ますねはい、はいはい、今実はえ o グーグルのおかげで、うん、北朝鮮を研究する人間がえらく困ってるそうです、うん、ああ北朝鮮が北朝鮮を真面目に研究してる研究者っているわけじゃないですかはい,はい、はいはい、彼らはグーグルの YouTube を使って、うん 結構研究できる材料がそこにあったんですよ。はい、何かというと、え民族切りチャンネルというものがあります。はい、これ、北朝鮮のプロパガンダチャンネルだったらしいです。はいはい、これが、なんとグーグルはこれ、9月初旬に行ったらしいんですけど、うんはい、公式プロパガンダサイトは認めませんっていうことで、一斉にバンしたそうです。<laughs> ちょっと間抜けだよね。 まあでも、グーグル側の,その理論も分かるわけじゃないですか、北朝鮮みたいな、しかも公式サイト持って,て、まあまあ IS 扱いしたってことで、そういうことで、そういうことで、そいつらが持ってるものは、バンしようってことになると、うん、今まであの北朝鮮側が出して、流してるプロパガンダ画像をいろいろ分析して、あそこに画像に出てくる、あれはなんだっていうことを除ける、つまり、北朝鮮を真面目に研究してる、研究対象としてやってる人間としては、 ものすごく大切なリソースだったわけですよ、YouTube にフリーで上がってるやつね、そう今、見れなくなっちゃったそうすると、外部から除く貴重な資料が今、なくなっちゃったということで、北朝鮮側の研究者がえらい困ってるということになってる、だから公式としてプロパガンダで流してくれるのは、むしろありがたいわけですよ、外から見れるわけですよ、ところがそれを、グーグルはコミュニティスタンダードの理由、コミュニティスタンダードってどういうことか分かんないですけど、 それの理由から IS と同じ扱いで禁止にしちゃったと、はいうん、ちょっと間抜けだよね、うん、そしたら北朝鮮の内情がますますわからなくなってしまっていや、困ったもんだとなってる、うん、これね、実は結構あるんですよ、はい、あのまさに赤狩りの話あの、先ほどしましたけど共産主義が今、えー、1950年代アメリカにとっての敵になりましたよね、 ベトナムの地域研究とかしてる人たちいたわけですよ、その当時南シナじゃないですけど、あそこの南インのたりの研究をしてる、共産主義についてももちろんいろいろ研究してる人がいて、あそこの地域研究家がいっぱいいたんですけど、ついでにその共産主義も研究してるんで、共産主義にこいつシンパシー持ってるんじゃないかってことで、赤狩りでマッカーシーが出てきたときに、この人たちもパージさしちゃったんですよ。 今度その地域研究してる人いなくなっちゃって、アメリカがいざいざ侵攻しますとベトナム行くってことになって、ベトナムのことに誰か知ってるやついるかって言ったら、いや研究者今いのいませんみたいな、あえこの間なんかあの有名なこいついるじゃないですか、あ赤狩りでパワーされました感じになって研究者いなくなっちゃう、じゃああの某大学のイスラム関係を研究してる教授は泳がしとくしかないということですか、そういうこともありますね、はいあります、まあでも ほら、例の某大学のあの人、まあ、なんかこう、セクハラとかやっちゃってる人いるじゃないですか。<笑><笑>あれはちょっとまずいですけど。経済ですかはい、経済の方経済の、のそれは、はい、あれはダメですよ。アウトですよ。いや、アウトですよ。あれはアウトですよ。すよあれは一応研究者としたね。まあまあ、それなりに。あれはアウトですよ。<laughs> あれはアウト <laughs> あれは、<laughs> あれはアウトです。そこがね、ちょっと微妙なとこなんですよね。はいはい、だからアメリカの場合、ま、ま、まさにその共産主義かぶれだみたいな感じでパージしたら、知識持ってる人はなくなっちゃったっていう。<laughs> あれは、だって、あの <laughs>、 十何年間にわたってあの。てか、回収しろみたいなこと言ってんでしょそう。で、あれは、ちょっともう、法、的にアウトじゃないですか。犯罪ですからね。犯罪だと思いますよ。あれは、本当はい。まあでも、あれね、でも。あれを処分しない大学って本当にやばいと思う。ああ、やばいですよね。でもなんか大学の自治みたいなね。なんか隠れ身の。だから刑事事件でもない限り、 処分はしないっていう感は、民事ではいろいろやってるんだと思うけどはひどいね恐ろしいなという感じですけどねそういうところがあって、だから YouTube、これは YouTube の単純なミスっちゃミスなのかもしれないですけど公式プロパガンダ動画ぐらいは逆に見せた方があんなに閉じてるところなんだから逆に中の内情を見せてくるって点では非常にいいんじゃないかと僕も思いますけどね。本当に はい。まあ、あの慶応大学の話っていうのは、その慶応大学のイスラム系の。教育してる先生が。名前ちょっと、誰でしたっけ、ちょっと忘れちゃう。あの、奥田さん。奥田教授が、もう、あの雑誌に出てるからね。あの、生徒を囲って。あの、軟禁状態にしてて。洗脳してて。で。イスラム教に回収する。回収させるし、その家族との縁も切れと。っていうふうにして。で、その教授の奥さんが。バイは。あの。 あれその生徒の親と一緒に殴り込みに入って、その子を解放しなさいって、救出しに行った、救出しに、奥さんがもう、う,もう,うちの旦那はやばいと全やばいわ言ってるということで、言いに行ってるしかも何回も前の生徒もいたし、ね、前の生徒も十何年前にもなんか一回そういうのあったっでもそういうのを学校に問題として、親が言ってるのに、<ー>慶応大学はにしてないて、慶応大学の教授って。そんんだけ権限強いんですかね よくわかんないですも、ね、うんまあ、あの自治が逆になってないというか、ね、意味わかんないですね。ということですね。はいはい、番組見てるとなんとなく地政学がとか戦略学がだんだんわかるような感じにはなってますけれども、はい、えっとそれよりもガツっとわかりたいという人それからっとわかりたい、はい、その人たちはこの CD ですね、うん、戦略の階層からスタートしていただいて、はい、CD を書いて頂く 勉強していただけたら。で、C.D. を勉強してる人は番組を見てるたびにぐっとわかりやすくなります。はい、確かに確かに。どんどん学習が膨らんでいって、はい、それ最後その、えー、テレビに出てるね解説者がね、あこれはね私が発明した理論なんですよ<や>みたいな感じでそ。その話いくんですか？<laughs> その話いくんですか？これはね。はい。 これの話しますちょっと。あえてちょっとしますかそうですね。危ない。ちょっとあの、僕はギリギリで止める自信があるんですけど、あの、奥山さんつい言っちゃう可能性があるんで。あの、ちょ、っとじゃあコントロールしてくださいコントロール。いや、できるの。そのコントロールは難しいちょっと待ってください。あの、ある、そういう人が、地上波に出てたり、ちょっと政府関係者にアドバイスしたりとかして、出入りしたりとかね。 あったりするんですけど、はい、だけどこの番組見て、この CD を買ってくれてる人は、全然先行ってます。はいはい、<laughs> ぶっちゃけ、<laughs> 先行ってるかどうかっていうのか、ぶっちゃけ、ぶっちゃけテレビ出れます。<laughs> <laughs> ということで、はいあのー、この番組では、国際関係で議論になっているレベルは、一応、網羅していこうということで、でで番組やってます、それでまあまあ分かるようにしてるし、本気で分かるように、こういうふうに CD も作って、こういうことがアメリカでは本気で議論されてて、ね、日本人が分かるには、これを踏まえていくと分かりやすいですよと、まあ、ちょっと抜けてる理論があるんでね、そこをわれわれは <laughs> 埋めてますと。 ということで、c d を聞いていただけたらね、そういうね、う煽ってる人には騙されないぞというところは、ちょっとあるかも、なってくるかもしれないですね。ということで、クラウゼビッツなんかもありますし、要するに、ちょっと日本に出てる議論と、ちょっと違うんですよと、損死をさらに今回は一番新しく、きちっと、損死ももうほとんど誤解が多い。 でまあ、この特徴は、今回、はい、あのよりその西洋との戦略論との比較を掘り下げ、はい、明確にやりました、さらにもあと、前回、ちょっと CD だと、はい、あのデリックさんの主張なのか、の現現現者奥山さんの主張なのかが、ちょっとわからないところがあったんで、それを色で区別したりとかして、ちょっとこうあ、奥山理論はこの部分だということで、はい、だから、この本よりも価値があるようにしてるのがこの CD です。 奥山理論を入れてすからデリックさんが網羅できてない、はい、まあもちろん日本の孫子の理解の間違いの部分を入れてるし、はい、あとその欧米でも奥山さんが強い部分、まあ、ルトワックとか、そういうデリックさんよりも研究が進んでる部分があるんで、はい、それも入れておりますので、そうですね、もう非常に孫子ううについては世界中の議論を今回、入れましたと。はい どうでもいい日本の議論も入れましたと日本の中で大事な議論もあるけれども、どうでもいいのも一応入れましたと。それにするとすごい語弊があるので、ちょっと日本側の面白い本もありますよということで、紹介して、その違いみたいなものを分かっていただこうということで、6冊、何冊でしたっけ、結構7、8冊ぐらい。 取り上げましたよねはいあのこの CD とか僕もあの本を翻訳するにあたってですね、損子の日本で売られてる本が前回もほとんど買ったけど、今回もその前回からある間に結構たくさんまた出回ったんで、毎月損死の本出るから、それをまた追加して、結構その間に結構ベストセラーになってる本とかもあるんで、まそういうのも入れて。 それと、まあ、どうなのかとか、うん、まあこの本、その日本で出た本についても、はいあまあ、僕はちょっと評論、分析的なものをちょっととしてるこうやってあの気鋭のね、学者を、あのー、支えていただいて、はい、日本をなんとか戦略国会にするという。さんはこの 日本戦略的にするという世界観で今こうやって活動してるんで、この番組を見てる方のおかげでね、活動が、そうです。僕を翻訳、本を自由にできるのはですね、まさにそういうところですね。国のためですいや、僕のためにやっぱりやってますで。ですので、それを実現させてくれるのは皆さんも視聴者の方々に支えられておりますので。